ーシャンフレッシュ、毎日そこアイドルフルーツポンチの夢かちゃんぽーん。あのですね、はい、水着角を何本か取れましたね。取れました。で今、はい、3人が買い出しに行ってるんですよ、ね、そうそう行ってるね、買い出しコンビニとか行ってるんですけど、そう2人きり2人きりなんですよ。ちょっとこの2人考えちゃったんですよね。はい、考えましたよ。今なんかね、せっかくのプールなのに、そう濡れてないおなごがいると。そうなんですよ、その名もはるかなんです。あの手押し相撲を今やったんですけど、強いね。もう最強でしたね。もうびっくりもしない、もう濡れてないのよ、足のこの水着だんだん濡れてないよねみたいな。意味ないやん、プールの意味ないやん。そうそうそう。でなんか濡れずに帰ろうとしてる雰囲気もちょっとある。え、ぬぬもうめんどくさいから、そう私いいやんみたいな。いいよ、このままだと入んないんじゃね。ちょっとおかしい、ちょっとまずいよね。まずいまずい。まあ多分きっと帰ってきたら彼女たちは自撮りタイムをするんですよね、うん、するね、絶対するよ、うん、自撮りしたいって言ってたから、うん、自撮りタイムではるかをいい具合にそのサイド、うん、プールサイドまで連れてって突き落とそうぜ。いけっかな、いけると思う。タイミング見ながら、そうそうそう、うちらはもうとにかくタイミングじゃね、タイミングが命だから、変な時にやったらそうそうそう、ビットな気づかれたらね。そうそうそう、だからいい具合にね、こうリアクションも取りつつっていうのを革命をセットしながら、そう狙っていきたいと思います。はい、じゃあもう3人帰ってくる前にカメラも引っ掛けて、そうね、隠しカメラだから、ね、引っ掛けてちょっとはるかをターゲットにこのドッキリやっていきたいと思います。はい、それではやっていこう。フルーツポンチ、フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内で発表されたキーワードを送っていただくと限定動画や限定画像が手に入るので、ぜひ皆さん最後まで動画をチェックしててください。お願いします。はい、ということでですね、はい、隠しカメラもちゃんとセットし終わりましたので大丈夫です。待ちましょう、うちらは自撮りしてまったよね。はい、ただいま、おかえり、買ってきた、ありがとう。いいよ。あ、夢かの。え、入る。入ろう。いいなって。入る。入る。いいよ。そう、甘いから入れてあげるよ。待って、深いんだけど。冷たい。冷たいよ。なんでちょっと溶かないのよ。はるか入らない。え、ごめんよ。寒いから。入ろうよ。めっちゃ涼しいよ。確かに濡れてないもんな。もう帰れると思ってた。確かに。ひーちゃん事故がです。ひーちゃん、つっちゃん、またおっぴろが出ちゃった。ひーちゃん撮ろう、はい、さっきの事故からだったから、あ、かわいい、ひーちゃん撮りくる、かわいい、やった。写真撮った結果こっちはです。なんで、よかった、じゃあ助けて、ここから。ママ、ありがとう。え、ちょっと剥げてる、ゆうじゅうになっちゃった、剥げてるじゃん、剥げ出した方がいいんじゃない。見て、撮ってもらえばいいじゃん、撮ってもらった、もう撮ってんのよ、もう一回、もう一回撮ってもらった方がいいんじゃない。いいよ、いいよ、結構撮ってんのよ、かわいいよ、かわいいよ。セクシーみたいな、ソルトみたいなセクシーってどうやって寄せる、寄せる、やば、寄せて寄せて、そこに座って、それでキュンってなんか、あれ、やだ。あと3枚ね。いいよ、3枚ね。ラスト1枚。可愛い。いよいよ。プリンカー！ピンカー！ピンカー！ピンカI'm gonna go to the hospital.
日指にかけたよ。はるかもビビって落ちて、だからもう2人で何だとか走って、事故だと思ってさ、これマジ見てほしいよ、あったよ、めっちゃ綺麗に入ってった、でも頭から落ちてたからさ、危ないだろ、ね、助けに行こうとしちゃった、やばい、助けたと思った一瞬、めっちゃ綺麗に入ってた、溺れたと思った、やっぱ濡れた方がいいよ、水もしてたらいい女ですから、濡れていきましょう、はい、フルーツポンチ、はい、ということで本日は綺麗に落ちてくれたので大成功でした、はい、なんかペットみたいな、確かに今年一生ね、魚に顔似てるじゃん、誰かキーワード言っとけ、パンが濡れたよで、お願いします、お願いします、みんなで遊びますか、はい、やろー、今からから、誰か誕生だ、誰だ、あっ Choco, choco, choco.